はい、どうも、お疲れ様でございます。鍋でございます。ベルトが、時計のね、とうとう壊れてしまった。これバンド変えなきゃいけないね。はい、現在ですね、3時、20分、あ、40分だね。3時40分です。はい、お昼ご飯食べます。お昼ご飯、はい。ちょっとね、バタバタと食べれなかったんで、これからちょっとね、かっこんで。で、またちょっと夕方になるとね、バタバタと、ちょっと忙しくなるんでね、それまでにね、食べたいなと思ってます。今日いただくのはこちら。東洋水産さんですね。まるちゃんの、どっちこっちか。これだね。はい、ここ、バリ豚バリトン、バリトン激煮干しってやつね。はい、これをね、いただきたいと思います。青森の名店長尾中華そばの長尾何さんだろうね、マスラさんかオサムさんかね、という方が監修されてるということですね。はい。それと、東京の、田中商店さんというところが監修してる。2店舗で監修したラーメンなのかな。はい。ということでね、いただきたいと思います。どういうことなの？あ、これね、湯戻し2分だったね。コンビニでお湯入れてね、ちんたら持ってきてたんで、もう4、5分経ってますけどね。いただきます。あ、すごい、確かに煮干しっぽいかな。あ、分かった、特製スープが入ってねえ。なんか微妙だなと思ってね、すげえ大々的な割にはなんか味が微妙と思ったら入れてませんでした。はい、これを入れなければお話にならないとね。よいしょ。はい、入れました。これでね、正規の味になるな。よし、いただきます。あ、全然香り違うね。全然違う。結構煮干しの風味がきますね。麺が細めですね。麺細め。麺をすすってるとこの煮干しの風味がすごいしますね。豚骨っつうのがね、味的にはちょっと煮干しが強いのかな。あの唇の周りがね、あの豚骨ラーメン食った後ってちょっとこうね、プルプルってかパリパリってかなりますけど、ああいう感じがあるんで多分豚骨なのかなと思うんですけど。スープは結構絡んでる感じですね。具はね、ネギさんと、あ、メンマが消えたな。メンマ来た。あ、これね、メンマさん。あとね、ちょっとお肉もいたような気がしたな。こんな感じのお肉が。このお肉はビーフジャーキーだね。何味なんだろう。豚骨醤油なのかな。でも完全に風味が魚介系の醤油なんですけどね。
これも紙のカップなんですけどね、内側がだいぶ波打ってますね、これね。熱湯を入れるとちょっと形状が変わるのかな、変形しちゃう。でもね、紙のカップだと捨てるとき楽ですよね、きっとね。燃えるゴミでね。うまい。腹減ってるからね。はい、ごちそうさまでした。ね、今日のお昼、まるちゃんのバリトン激煮干しラーメンね、いただきました。1食あたり447キロカロリーってことでね。あ、でも結構大きいサイズですからね、これカップね。まあまあ食べ応えあったんじゃないでしょうか。ごちそうさまでした。